モーリス・ヴィンセント・ウィルクスは、イギリスの計算機科学者。コンピューティング分野で、いくつかの重要な開発を行った。亡くなった時点では、ケンブリッジ大学の名誉教授だった。ナイト、英国コンピュータ学会特別フェロー、王立工学アカデミーのフェロー、王立協会フェローなど様々な栄誉を受けている。イングランドのウスターシア・ダドリーに生まれ、ウェストミットランズのスタウアブリッジで育った。 父は、ダドリー博の辞書で働いていた。スタウアブリッジの高校に通い、そこで科学の先生からアマチュア無線を教えてもらった。1931年から1934年まで、イギリスのケンブリッジのセント・ジョンズ・カレッジで数学を学び、1936年には、電離層での超波の電波についての研究で、物理学の博士号を取得した。 ケンブリッジ大学の教職員に任命され、それが後にコンピュータ研究所の設立に関わる元となる。第二次世界大戦中は軍隊に招集され、テレコミュニケーションリサーチエスタブリッシュメントにテレーダーとオペレーションズリサーチに関する仕事をした。1945年、ケンブリッジ大学数学研究所の副所長に任命される。ケンブリッジ研究所には、 当初から微分解析機器などの様々な計算機器があった。そこで彼はエニアックの後継として、ジョン・プレスパー・エッカートとジョン・モークリーが開発中だったコンピュータ、エドバックのジョン・フォン・ロイマンによる走行を入手した。走行はすぐに返す必要があり、当時はコピー機もなかったので徹夜で走行を読んだという。彼はコンピュータの進むべき道はこれだと即座に理解し、 そんな機械の設計製作に関わりたいと考えた。1946年8月に船でアメリカまで行き、ムーアスクールレクチャーを受講。ただし船の到着が遅れるなどしたため、受講できたのは最後の2週間だけだった。このアメリカ訪問ではアメリカでのコンピュータ研究に関連した場所をすべて訪問し、しばらくモークリーの隣の部屋に宿泊して、 エニアックについても熟知するようになった。エドサックの水銀遅延線とウィルクス研究所は自己資金を持っていたのですぐに実用的なコンピュータ、エドサックの開発に取り掛かった。より高速なコンピュータを作ることよりも大学が即座に使えるものを作ることを目標としていた。エドサックは実用的なものとしては世界初のプログラム内蔵方式、ノイマン型のコンピュータとして 1949年に稼働を開始した。なお、使用された真空管の本数などで単純に比較したりすると、エドサックはエニアック等に比較して極端に小規模な計算機に見えるかもしれないが、主記憶に水銀値塩線を使っており、それが論理的にはシフトレジスタであることから演算機などが直列方式であることなど、速度最優先ではないこと等による、 設計上の選択から真空管の本数が少ないのであって機能的には小規模というわけではない。1951年高速なロム上の小型デコードに特殊化されたコンピュータプログラムを使ってコンピュータの中央処理装置を制御するという考え方を発展させマイクロプログラム方式の概念を生み出した。この概念は CPU 開発を大いに単純化することとなる。 マイクロプログラム方式は1951年のマンチェスター大学でのコンピュータ会議で初めて公開され、1955年の IEE スペクトラム誌でさらに発展した形で掲載された。この考え方を実装したのがエドサックにであり、そこには設計を単純化するためのビットスライス方式も採用されていた。プロセッサをビット単位に交換。 時間可能な真空間回路ユニットで構成したのである。当時としてはこれは非常に先進的であった。研究所の次のコンピュータはフェランティ社との共同開発のタイタンである。それはイギリスで初めてタイムシェアリングシステムをサポートしたコンピュータであり、ケンブリッジ大学内ではさらに広範囲に計算資源にアクセスできるようになった。その中には 機械カナダドルのためのタイムシェアリング式グラフィックスシステムも含まれる。タイタンのオペレーティングシステムの特筆すべき設計上の特徴はアクセス制御が従来はユーザーごとだったものをプログラムごとにしたことである。また後にユニックスが導入したパスワードの暗号化も導入している。プログラミングシステムには初期のバージョン管理システムが導入されている。さらにシンボルによるラベル。 マクロ、サブルーチンライブラリーといった概念も生み出した。これらはプログラミングを容易にする基本的な開発であり、高級言語へ続く道を示したものと言える。後に、初期のタイムシェアリングシステムや分散コンピューティングなどについても研究開発している。1960年代の終わり頃まで、権限ベースの情報処理にも興味を持ち、 研究所では特殊なコンピュータケンブリッジ CAP を設置した。ビルクス教授はエドサックの設計者及び開発者として最も知られている。エドサックはプログラム内蔵式の世界初のコンピュータである。1949年に開発されたエドサックは水銀遅延線メモリを使った。彼は1951年の プレパレーションオブプログラムスフォーエレクトロニックデジタル、コンピューターズの著者としても知られている。その中で、プログラムライブラリーという考え方が事実上初めて、紹介された階層6に以下のようなくだりがある、ピアニッシも、189から1901949年の6月までに、人々は正しくプログラムを動かすことが一時、考えられたほど容易なものではないということに気づき始めた。 この衝撃が初めて私自身に襲ってきた時のことをよく覚えている。江戸サックは建物の最上階にあり、テープに穴を開けエディットする装置は1階下の微分解析器が設置されている部屋の回廊にあった。私は自分の初めての本格的なプログラムを動かそうとしていた。江戸サックの部屋とパンチ装置の間を往復する旅の中の一つで、 階段の曲がり角で立ち止まったような気持ちが一度に襲った。私の残りの人生の良い部分が自分のプログラムのエラーを探すのに費やされてしまうことを感じた。チューリングも会議では大規模ルーチンの検証について話していたのでこのことに気がついていたのだろう。後世のイクマンというプログラマーがデバッグという作業に対して感じたであろうことだがそれを世界で ごく初期に感じたということの記録である。ありがとうございます。